ルイ危ないかもしれないから近くに来ないで。ルイの身長がどんどん伸びてる件について、だってジョンのさ、だって見て、まあ俺だとちょっと分かるが、いや分かるよ、だって186だよ。 185だよ。185の割と半分ってもうでかくね、小学生じゃん。俺の友達こんぐらいのやつよ。もう小学生いけるの？もう小学生いけるの？まだだよ、もうちょっと。でも小学校になったら割と背の順後ろの方でスラッとしてて、イケメンで女の子たちにキャーキャー言われて、男たちに嫉妬されて、ルイは多分いじめられても気づかないけど、ルイは気にするからそこは心配だね。まあ、そんなことしてくるやついったらパパに言ってね、バッと思って、おい、いや、悪まあ、強く強く手離して よだれが来たね、よだれ、やば、ピント今だ、まだ顔写したくないか、これいいじゃん、おはようございます。おはよう。おはようございます。おはよう。おはよう。おはようございます。マスク今取ってていいよ。マスクしる、ずっとしるから。あ、そう、みんなもずっとしるから。今日はまあタイトルにどう書いてあるかわかんないけど、もう一つの家を見に行きます。主に仕事、そう、仕事家みたいな感じだ。今のお家って部屋数がまあ足りなくもないけど、ちょっと足りないんだよね。それで私好みの家にちょっとセカンドハウス的な感じでお家を借りることになりました。はい、それの今日は鍵をもらう日なので、鍵を受け取ったり荷物を運んで入れたりしたいと思います。なので今不動産の方に向かジョンが向かってくれてるんだけど、とにかく早く、まだね、そう、私が全部一人で家を見に行ってここにしますって決めたりしていろいろやってるから、ジョンもまだ内見、ジョンもまだ中の部屋がどういう感じかとか全然知らないのね。楽しみ。しかもなんか天気悪かったら最悪だけど、今日超天気いいし、むしろなんか暑くない？暑いだから、なんかもうすごいワクワクしちゃうはい、ではまた後ほど。はい、じゃーん、ここが私たちの仕事スペースになります。めっちゃ滑る。そう、今回はここのお家を仕事兼、まあそうだね、まあいろいろ仕事をするスペースとして使います。はい、で私自身がインテリアがめっちゃ好きだから、まあみんなにこのぐらいのお家のサイズでこういう風に収納したらいいよとか、そう、インテリアが好きだから、はい、このサイズ感でこの収納したらいいよとか、こういうインテリアどうとかも後々やっていけたらなと思ってるんだけど、まあ興味があったら DM とかコメントで教えてください。ということで、今からまだ電気が通ってないから、それの電話とあとは荷物、まだ換気ついてない、電気通ってる、もしかして電気ついてんだね。うん、オールデッカーって何じゃん。うわー、ついた。まださ、オール電化じゃないですかって聞かれて、説明、オール電化って何ですかって聞いたくせに全然話聞いてないから、結局理解してない。そんな感じで、私たちの仕事部屋です。てかさ、見て、この今日の服装、パクらないでって。まただよ、見て、まあ私、いつもさ、同じ服着てる、また同じ色、見て、すっごいチカチカなって本当に同じ色じゃない？え、ずっとじゃあチカチカなってたってこと？うん、まあいいよ。今日も同じ、上なんかグレーに、
グレーじゃない、これベージュだよ。ベージュにしたグレーみたいな。じゃあちょっと作業しましょう。ちなみに引っ越してないよ。これにね、プロジェクターね、当てればね、テレビになるって言われた。まあ、とりあえず荷物積んできます。てるー、見事に散らかってますね。ねえ、まださ、しょうがないでしょ今ね、二人で松屋食ってたけど、いや、ちょっと喉乾いてきつくねっていうことで、ちょっと近くに自販機があるか探してまいります。 OK、 いいよ。いや、まだね、めっちゃダサい格好なんだけど、あの、この可愛いセーター脱いだと思ったら中パジャマだからね。ズボラ女子が出てるね。うるさいです。じゃあ、買ってきます。あ、これ反対向きなの。というわけで、え、次の日になりました。今ね、ルイくんがね、ママの手伝いをしてくれてる。じゃあ、どれなの今は。よくだから見てやってみて。わかった。ね、一応、こう、あの、いえ、あの、やるんでしょ。そう、ネチだと思う。昨日さ、まださ、そういうのはできたー。パパ見て。あー、かわいい。じゃあ、ルイ今ここまでできてネジ入れないといけないから、もううちは何でもやってみな精神だから。これ組み立てられるようになったらすごくない？え、でもね、ちゃんとね、この穴がこうやって向いてないとこっちはダメだって気づいてた。ルイ、じゃあこの中でさ、このネジ探して、このネジね、うん、をここに入れないといけないんだけど、うん、探して。これかな、取って、自分でやって、これかなって思うやつ取って。まっすぐ、それまっすぐじゃない、そう、真上からね、そうそうそう。で、はめて、で、ちゃんとはめて、はめて、はめて。あー、もうやめて。はいよ、できた、できた。そんな感じ。あ、まずこれね。あ、そう、これ、あ、三脚の車か。ドーン、ドーン、あ、待って、こっちだな。じゃあ、こっち、これと同じ形にすれば。並べてみて。ママ行くよ、せーの。よく見てごらん、これと一緒。ママ行くよ、せーの。違うよ。こうかなとか、こうかなとか考えてやってみて。ルネピアノやってんだけど。ここにも穴あるから。怖いんだ、こう。ドゥ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 。違うの。ドゥ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 じゃないの。ドゥ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 じゃないの。完成。じゃーん。え、あ、ルネは完成しました。これをあそこのキッチンの部分に入れる予定です。で、ジョンがまた別の棚を作ってくれる。どうなるの。おいい感じです。んありがとう、作るの手伝ってくれて。うん、いい音をしまして。あ、そうだ、勝手に取らないでよ。でも分かってたよ。分かった。うん。ママ、これどうやって流すのって。これで流すの、ルイ知らないの。すごいよね、さすが現代っ子ですね。よく見つけると。うん、見つけたね。ハロー、ソーラ、ルネちゃんとルイ、スタ
スクリームの。なんか見てさ、食べたい。うーん。いい？の味。いい？アイスクリーム味。いい？目の味。アイスクリーム味。いい？おいしい、まいったアイスクリーム、アイス。バチだね。これです。これ甘い。おいしくない味。じゃあ、ルナちゃん、こっち来て。ここに座って喋ってください。はい。目の味と、アイスクリーム味と、スパ味と、あと、おいしくない味と、食べます。私のうまい味。なんかさ、胸だけでさ、じゃあ行ってきます。レガクシーっぽくやってもいい。